こんにちは。ちょうどあの自由にご飯食べながら、私は先ほどいただいてきましたんで、グロービスで講演するのは、先ほどご紹介ありましたように昨年の5月か6月だと思いますけど、その場合は生徒さんを対象にですね、声を出した大関さんの紹介でお話をさせていただきました。その頃はなんで韓国のサムソンとか LG が日本のそうエリクセン産業に対してですね、そんなに強いのかというようなところをお話申し上げたんですが、今回はですね、もう少しこう危機意識といいますかね、日本の産業が本当に危ないんだということについて、お話をさせていただきたいというふうに思っています。タイトルでですね、ちょっと言ったのは何もしないとというふうに一応就職がついてるんですね。何かすれば日本が復活することは間違いないと思います。今年の3月、ちょっと一月遅れますけども、4月ぐらいに、実はこのタイトルで講談社からですね、危機の経営の第2弾ということで出したんですね。したら講談社がですね、いやそれはちょっと刺激的すぎるということで、題名を変えられまして、日本の産業が復活するなんか条件とかですね、仮の名前ですけど、そんな名前で、4月頃出ると思いますので、またそれをお読みいただければと思います。つい 4,5 年前まではですね、本当にエレクトロン産業の中で、韓国の躍進、特にサムソン電子の躍進というのが、連日のようにいろんなメディアとかで報道されまして、例えば半導体負けたのはしょうがないんだけども、携帯電話でも取り残されてるし、最近その液晶テレビですね、から液晶のプラズマ、液晶のパネルですね、というのも含めて、どんどんこう負けていってると、勝てなくなってきてるというのがような報道をされてましたね。でこれは経済産業省から見たらですね、私も何遍か言って日本が危ないと言ってるんですけども、2年前まではですね、いやいやここの企業が負けてもね、産業としては負けてないんだというようなことを言って高く食ってたんですね。ところがですね、もう2年、丸2年じゃないですけどね、一昨年の暮れに大事件が起こったんです。いわゆる日本の経産省を震え上がらせるようなですね、皆さん覚えてらっしゃると思いますけども、いわゆるアラブ首長国連邦のアブダビですね、で、原子力が韓国に4セットもさらわれたんです。トータル3兆円なんですけどね。それまではフランスと日本とで競ってたわけですね。で、日本やや有利というふうに高く打ってたんです。で日本のその原子炉の技術というのはですね、東芝日立をはじめですね、特に沸騰水、この BW というですねものが得意ですから、その軽水炉を取れるといったのが、途中から韓国が出てきてあっという間にさらっていっちゃったわけですよ。だからもうトンビよりも素早いということで、これは驚いたわけです。なぜかというと、韓国で原子炉は作ったことがないんですね。韓国では15基動いてます。日本は55基動いてますね。で韓国はほとんど、アンチ日本ですから、当然フランスのアレバというとこからだったフランスの原子力なんですけども、作ったことがない。もちろんタービンも作ったことはないというようなところが、なぜ持っていったかということなんですね。これは衝撃的なことなんです。皆さんもそうでしょ。皆さんも日本はその技術力があると、これも間違いないですね。それからしかもその科学技術というのはもう優れたものがあると、これも間違いないんですけど、 でも過去ですね、その技術力で日本が席巻していった世界の市場が、いわゆる技術力では競争力としてその一つのその力になりえないということの証明なんですね。いわゆるその競争力の源泉になり得てないということの証明なんです。でそこで、通産省、経産省はですね、もう不思議でしょうがないと。不思議だったら自分で聞きに行きゃいいんですけどね、その勇気もないんですね。でその結果、日本はちょうど鳩山さんだったんですけども、
インパク大統領が何回か行ってですね、トップセールスをして、日本は鳩山さんが全然動かなかったっていう、なんか鳩山さんの悪くせいにしてしまったんですけども、実はそうじゃなかったんですね。もちろんトップセールスのあったんですけども、私はたまたま韓国のですね、そのインパクの補佐してる高官がサムソン電子時代の部下だったもんですから、聞きに行ったんですよ。なんでそんな取れたんだと言ったら、簡単なことでして、当然発注側のアブタイムの人もですね、韓国を作ったことない知ってますよね。だからその大統領が来た時に、どこに発注するんですかとこう聞いたらしいですよね、そしたら日本に発注すると。日本のどこですかって言ったら、東芝に出すと言ったわけですね。それなら安心だと言って出したわけです。だ、結果的に負けたのは原子炉を作る技術ではなくて運用技術だったんですね。で、韓国ではいわゆる韓国電力と一社がですね、運用を賄ってるわけです。で、結果的には、韓国では原子炉はですね 90% の稼働率なんですけども、日本が 60% を切ってしまっていると。で、これは日本は原子っていうとトラウマがありますからね、広島水爆のね。だからもう何かあると、すぐ止めて、一回止めるともう短くて 2、3年、この間文殊なんてのも15年も止めてね。で、また何か虹とこで水が漏れたっていうとまた止めて、なかなか動かないと、そんなとこへ発注したくないということで、なったということですね。で、これは何を言いたいかというと、いわゆる技術が競争の源泉になり得てない。ある意味ではですね、これ韓国も中国もそうですけども、要素技術ですね、いわゆる科学技術は日本が優れてるということなんで、その後いっぱい飲んだ時ですね、いわゆる日本があるから韓国もあると、いわゆるそういう技術は日本にこう発注すればいいということですよね。だから私も隣に日本があってよかったなって言ったら、いやその通りですと、日本潰れてもらっちゃ困ると、日本頑張ってねえなんて変な風に励まされちゃってですねいわゆる体のいい日本に頼ってるよと言うんですけど、裏を返すとですね、日本を下請けに使えばいいということなんですよ。で、こういう現象が今どんどん起きてるわけですね。例えばその水処理の問題でもですね、これフランスが強いとされてるわけですね。いわゆる水のインフラのあれでもフランスがどんどん取ってるけども、結果的にその水をそのろ過するですね、そのろ過装置だとかフィルムだとかですね、そういうものは日本の東レ出してるわけです。そうなってくると、今まで日本が技術で持ってきたのが、技術がその競争になってなくて下請けになっちゃうというようなことが起こってきてるわけですね。で、そうなってもいいのかということです。そこで、経産省もようやく気がついて、私は言い忘れましたけど、今の湯越会長と知り合ったのは1987年なんですね。で、なんで知り合ったかっていうのを説明すると大体一晩かかりますから、今日はとりあえず縁があってということで、そこから見てきてるわけですけども、向こうに行ったのが1994年だですね。それから2004年に戻ってくるまで10年間ずっと見てたんですけども、いわゆるその戻ってきてからですね、やはり日本が危ないなということを感じたんで、経産省に何回言っても経産省はいやいや、当時まだ安倍総理大臣だったんですけども、いや日本にはイノベーションがあるから、心配しなくていいと、ここで負けるのはしょうがないよというようなことを高く言ってたんだけども、その2008年のその事件以来、急遽ですね、いわゆる日本に成長戦略がないとか言い出しましてね、いわゆる産業構造ビジョンっていうのを出したんで、去年2006年に、今日またお見せしますけども、いわゆる新成長戦略ということで、ようやく日本の進むべき道というものがですね、見えてきたんですよね。で、それまではいわゆるその坂の上の雲がなかったんで、日本は一旦明治維新以降ですね、ものすごい勢いで、上り詰めて、雲がなくなっちゃったわけですよね。だからうろちょろしてたということもあるんですけども、ようやくその雲を経産省が出してくれたんで、それを目指してですね、頑張っていけば、
なんとかなるんじゃないかなとは思います。まあ、ぜひ皆さんもですね、これインターネットでやると110ページあるんですよね。だけど今日110ページで言いたいことは2ページに私がまとめてですね、皆さんの資料にありますから、それ読めばいいです。あとはもうなんかデータばっかりですね、大したことないんですけども、とりあえずその経済成長戦略っていうのはあんまり報道されてないんですけども、非常にこれ重要、一つの羅針盤を出したわけです。これのですね、議長は誰かというと菅総理なんですよね。で、閣議決定されています。こう閣議決定するということは、日本の閣議はですね、20年間有効なんですね。だから今度どんな総理大臣になろうが、どんな人が出ようが、これは実行していかないか。で、今朝の日経に多分気がつかないでしょう、後ろのちょこっとこう10行ぐらい出てたんですけども、その新成長戦略の実行委員会ができたんですね。で、これのその議長が今の経産省の大臣ですね。で、それをサポートするのが前の官房長官の、名前忘れましたね、いじわされた人、なんて言いました、あれ、仙石さん、これがね副議長なんですよ。だからこれから実行していくと思いますね。で、そのためにはいろんな予算といいますか、法律を変えないといけないこともありまして、だんだん出てきますので、これはちょっと見逃せないなと。そうなってきたら日本は必ず復活するだろうと思いますけども、何もしないとという意味はそういう意味でですね、何かしようとしてます。でも企業の中で去年私108回講演しました。今日皆さんの この席で、今年はこれ15回目なんですね。昨日大阪から戻ってきて、その前は東北行って、最近なんか売れないタレントみたいに土佐回りが多いんですけども、それだけ日本の中小企業はですね、どうしていいかさまよっているというようなことだと思います。ということで、今日は前書きが長くなりましたけど、皆さんそのお昼ご飯も食べてるんですけども、非常に重要な時間をね取ってますから、1時間半ですけど、1時15分ぐらいまでにやめて、質疑応答の時間取ってくれっていうんで、それを取りたいというふうに思ってます。ということで、皆さんのお手元に、お手元にないんですけども、88ページあるんですね。だからこれをちゃんとやると、3時間以上かかりますので、途中飛ばします重要な細かいところでも、重要なところはお話しさせていただきたいというふうに思います。ということで、今これいわゆるその産業構造ビジョンの中の突破しに書いてあるんですけども、主観しなくていいんですけど、日本の経済的地位はものすごい低下しているということで、皆さんもご存知のように、昨日か一昨日かの新聞で、中国に GDP が抜かれて3位になったと、大げさに騒いでますけど、そんなことはどうでもいいんですよね。2位になろうが3位になろうが、今アメリカ1位でしょうけど、50年後には多分アフリカが1位になってるでしょうしね、2位がインドとか中国とかね、そこに別に GDP の競争して生きてるわけじゃないから、それはどうでもいいと思いますけども、一番重要なのが一人頭の GDP なんですよね。これが国力を示してます。これは中国はまだ日本から32年前になってるわけですよね。で、この一人頭の GDP の世界ランキングがですね、これは問題なんですけども、これが3位から23位に下がってしまってるわけですね。これ一人当たり GDP ですからね、これ国力が下がったっていうことになるんですね。それから世界の GDP に占めるシェア、このシェアが重要なんですけど、これが 14.3% から 8.9%、 これが経済大国と言われたところがこんなふうに下がっていたということと、それから一番は IMD の国際競争力の順位がですね、2000年で1位だったのが2008年で27位まで下がってしまった。こうなってくるとですね、グローバル的なとこから見て日本というのはほぼ消えてなくなっていることになってしまうんですね。で、これはまた余談ですけどね、これから余談が多いんですけども、昨年ね、108回の講演の中でちょっと経路の変わったとこから何回か頼まれたんですね。これが外国のですね、投資会社ですね、 JP モルガンとかメルリンチとかですね、そういう人たちが私の話を聞きたいというんですけども、それは日本の製造業が
復活するそのチャンスはあるのかということを聞きたかっているんですが、まあ、それはどっちでもいいんですけど、その後こう食事会の席でですね、彼らが今あのいわゆるブリックスと言われたですね、いわゆる新興国と言われている、これまあ約30億人の市場なんですけども、その中の中間のボリュームゾーンって聞いたことありますね。ボリュームゾーン、これは経産省が昨年いわゆる可処分所得で5000ドルから3万5000ドルのところをボリュームゾーンって言うんです。これが約8億人ぐらいいるんですけど、そこでアンケート調査をしたらしいですね。そういう人たちが今文明の利器をなんか買おうとしてるわけです。洗濯機だとかテレビだとかね。で、一番買いたい国の製品はと聞いたらですね、メイドインコリアだというんですね。で、これは非常に品質が高くて、価格は高いけども品質がいいと、なんか勝手の日本の製品みたいなことのイメージになっちゃってる。で、第2位がですね、メイドインチャイナなんだそうですね。で、これはその品質は悪いけどもリーズナブルな値段だというようなことで、一番買いたくないのが、メイドインジャパンだというんですよ。で、これはものすごく高い割には品質が悪いという、ここです、品質が悪いという評価をされてるんですね。で、ここはもう皆さんびっくりするでしょうけど、ここでですね、日本の品質、日本は品質がいいと言われてるんですよね。今皆さんもそう信じてるでしょ。だから別な意味からすれば、日本の人から見ると確かにそれは品質がいいんですけども、品質って何だろうかということをもう少し考えてほしいんですね。で、日本人の品質というのはですね、日本の人の、まあ、一つの消費者のですね、おごりもありまして、日本以外の国から見たらそれは品質を認めないようなものが品質なんですね。で、これはあの去年もずっとあの話してきてるんですが、私も日本の品質のはですね、どんな何かということでいろんなメーカーに行って聞くんですよ。そのお宅のテレビの品質は何ですかとか、お宅の自動車の品質は何ですかと聞くとですね、すぐ答えてくれない、うんとうなるんですよね。そんな急に言われてもとかね。ところがやおら言い出す、ね、そうすると例えば車だとですね、燃費の良さ、ね、というのが乗り心地の良さ、電気のエアコンだと静かさ、洗濯機の静かさですね、あとはその操作性の良さとかですね、それから壊れないということで経年性、日本のやつは安全だから安全性と、まあ、こんなのが出てくるんですね。これはあの並べて書くとね、ある特徴があって、日本語で言うと後ろに差がつくのがいいでしょ、差と性がつくのがいいんですよね。で、これは霧のない競争なんですよね。アナログ的な品質ですね。だからどこまで行っても霧がない。で、それを追い求めていけば当然高コストになってきますよね。ところがそういうものをこれからデジタル社会になってきた時には、そういうその新興国の人は品質として認めないんですよね。静かなよりも100デシベル以下で欲しいとか、50デシベル以下にしてくれとかですね、こうデジタルにこうなってきますので、あの品質の考え方もちょっと変えた方がいいんじゃないかなと。そういうふうにですね、 QCD 日本でいう品質、それからコスト、それからデリバリーっていう納期と訳してますけども、考え方が国によってガラリと違う、これがグローバリゼーションなんですね。で、 IMD もこれがもう27年ありましたね。だからこれあのちょっとこうバーッとこう、うるさいぐらいこうなってますね。これ私作って引っ張ってきたらなんかあの動いちゃったんですけどももう一つはあの日本というほどのその地位が低下している中でも最もひどいのがこの立地で、2007年はまあそれでもですね、これ2000年度はもう全部日本が1位だったんですけども、日本行って仕事したいということだったんですけども、アジアの統括視点でまあこう R&D っていうのが1位だったけど、こう2009年でこれはあの経産省がですね、外国の企業にアンケートした調査なんですよね。外国人が来た時に全部中国で行きたいと、バックオフィスも中国に持ちたいと言ってる。日本ではかろうじて R&D がこのインドとほぼ同点なんですけど2位なんですね。あとはもうこのシンガポールがちょっとこの辺出てきてるんですけども、もうこのぐらいにこう地位が
立地競争力でも負け始めた、いわゆる技術じゃなくても立地競争力でも負けてきたということですね。だからどん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 こう落ちていってるわけです。で、だんだんもうちょっとこのなんかこう気が見えるような話になるんですけども、危機意識を持ってもらいたいということで、これ私も言ってるんだけど、経産省の産業ビジョンでこう冒頭に出てくるやつなんですけども、この市場の中心は一番大きいのは先進国から新興国にシフトしたということですね。で、これがいつから起こったかというと2000年から起こったんですよ。で、私がちょうど言いましたね、1998年に韓国がタイから発症した金融危機、 IM 危機というんですけども、本当に韓国から外貨がゼロになって、もう大変な目に遭ったわけですよね。私もその真っ只中にいたんです。それまでは日本に学べということで、今の井国会長は日本に小学校からずっと出て、大学も早稲田の小学校出て、もう日本びいきでね、日本さえのいわゆる追従していけばね、絶対安心だと言ってたのが90年代に、日本はずっとこう失われた10年とかね、なんか嘆かしいことばかりがニュースで入ってくると、まあ、それでも我慢してついていったんですけども、98年に歩み気になったと。もうこれ以上日本についていったらダメだっていう一つの戦略転換したのがちょうど2000年なんです。で、それの追い風となったのがですね、2つのキーワードがあって、世界が変わった、世界の産業構造が私はその時点で変わったと思ってるんですね。で、これは一つがですね、日本が当時賃金が非常に高くなったので、賃金の安いところ中国とかマレーシアとか、まあそういうところに移行していった、いわゆる国際化といったところなんですが、いわゆる産業拠点としてたところがですね、先ほど言いました消費国へと変わっていったんです。これが2000年なんです。で、その時はですね、日本の企業もまあ多少は分かってたんですけども、まあ日本の製品はまだまだ変える余地はないと、もうちょっと発展してですね、日本の製品が変えるまで待てばいいという高をくくってたんですね。ところが2003年以降、2005年になってきて、その生産拠点が消費国になってきましたね。消費国から生産国へと変わっていったんですよ。ものすごい大きな変わりようだったんですね。これが後でお話します2つ目のキーワードで、いわゆるものづくりのアナログ的なものづくりからデジタルものづくりへと変換していったわけですね。で、これができたために、どこでも誰でもそのハイテク製品であればあるほど作れるようになってきたわけです。これによって世界の産業構造はガラリとこう変わっていったんですけども、そこへですね、日本のやっぱり大企業というのは、歴史のある企業は気がつかないと言いますか、気がついててもですね、その社会の変化、まあ起こっても俺のとこは関係ないというような気持ちで見てたみたいですね。で、まあ仮にそれがそうだとしても、自分の会社は影響を受けないというふうなことをどうも思ってたみたいです。で、それが、今日を招いたわけですけども、これが急激にですね、だってこれ2000年か2008年の市場でしょ。これがもうこれだけやって新興国が伸びてきますよね。2009年からこの赤はですね、2009から2015年になってくると、もうもっとあって先進国ではですね、もう消費国になり得なくなっているということは、もうこれからその新興国へ行かなければどうやっても生き延びてない、その新興国という新しい30億の市場で、最近は新新興国というのがあるんですね。これがアフリカなんですよ。これ入れると50億いる。この市場にどう立ち向かっていくかという、で、ここはね、大変なその競争がすごいんですよ。これがグローバリゼーションのグローバル競争力になってくるわけですが、日本の競争力はそれに耐えてないんですね、今はね。もうことごとく行くとみんな負けてくるわけですね。それはもうなぜかということなんですが、それはまた後ほどお話します。で、先ほどから新興国の中間その所得層というボリュームゾーンと言われているのはですね、ここにいましたね、
この5000ドルから3万5000ドルのことをこう言うわけです。これもどんどん伸びてますが、2007年が6億3000万ですが、去年はだいたい8億5000万人に増えて、年間1億ずつどんどん所得が上がっていってるわけですから、どんどん増えてきてるわけですね。ということで、その今まではこれ前書きなんですよね。前書きはちょっと30分かかっちゃったんであれなんですけど、いよいよここから本日の講義ということで、いわゆる今ここはお話してるんです。今世界で何が起こっているかというこの辺を話して、あとサムソン電子がどうなったかというのをお話ししていきます。で、今世界で何が起こっているかということですね。ここからまあ本題ですね。今までちょっとアペタイザーでして、一つは産業別にちょっとこう去年からずっと興味がありましてね、この HY 研究会っていうのがありまして、これは畑村陽太郎先生という危険学とか失敗学で有名な先生ですね。東大の工学部の名誉教授なんですけども、その方とものづくりのことをちょっと今私が所属しているのは経済学部なんですけど、経済学部はどっちかというとマクロ的なものづくりですよね。どっちかというとその哲学に近い藤本隆弘先生がいらっしゃるんですけど、それだとちょっとやっぱりいまいち足りないということで、実際のこのものを作るところはやっぱり工学部じゃないといけないというんで、一緒にもう2年ぐらい共同研究してるんで、畑村先生の H と吉川の Y を取って HY 研究会ということで、両方の学生を集めて、まあ、10人ぐらいでいろんなことをまあ調べてる、いろんな人が入ってきてるんですけども、その時の資料で、まあ、今回こう本出すのはこういうのを書こうと思っているわけです。一つはエレクトリン産業ですね。エレクトリン産業のエアコン、冷蔵庫、洗濯機っていうのがもう新興国で需要が急増してきてますね。もう先進国ではなくなってきてる。もちろん物のレベルは違いますよ。洗濯機でも二層式の洗濯機とかね、まあ、テレビでも映るだけというものがあるんですけども、圧倒的に違ってきてる。いわゆるこれが市場のグローバリゼーションが起こってるということですね。それから TVPC デジタルカメラという日本が誇ってたハイテク製品のものがですね、どこでも誰でも作れるようになって、なぜそれができるかは後ほどお話しますけども、いわゆるものづくりのデジタリゼーションの波、これが私が2つのキーワード、産業構造が変わっていったその2つのキーワードだと思いますので、ぜひ皆さんもこの2つがどういう意味を成しているのかということを考えてほしいんですね。もうグローバリゼーションとかデジタリゼーションという言葉はもうお聞きになっていると思いますが、そう簡単にですねのものじゃないんですよ。これを実行しようとしたら生みの苦しみをするわけです。それがサムソンが成功したことで今日お話ししますけども、本当に今までの組織能力とかですね、それから開発プロセス、それから IT の使い方、一番は人材のグローバリゼーションですから、人材の育成のあり方が全部今までとは使えなくなってきてるわけです。これを全部破壊して創造し直すということですね。ぜひ皆さん、知の創造勉強会ですから、破壊して創造しない、創造するためには一旦破壊しないと創造できませんので、そのぐらいの意味を持っているのがこの2つのキーワードなんですね。から半導体、液晶、携帯電話というのは、これはねどっちかというと投資額に左右されるというのは設備が重要ですよね。特に半導体サイクルというのがあって、3年か4年で世代が変わっていく。ワン世代違うともう前の設備は使えなくなる。でこうなってくると3、4年で設備の焼却をしなければいけない。ところが日本の法律がそうなってないんですね。今でもその10年15年やれと言ってますから、日本のなぜ負けたかっていうのはもう簡単ですよね。もう5世代になったらもうその設備の焼却費の固定費の重みに耐えかねて、もう放棄するしかないと、撤退するしかないと。だからサムソンとかですね、韓国とか台湾って、台湾はもう焼却は1年でいいと言われてるんですね。だから韓国は一つの大統領令で、時限立法ですけど、3年から4年で焼却してよろしいと。こうなってくると勝負にならないですね。でこういうところでやってます。まあ、金と度胸で勝負がまあ決まっているということです。これはね、これからが大きいんですよ。この金と度胸、日本は金はないわけじゃないんだけども、
度胸がないんですよ。これがこの度胸がないところが致命的になる可能性があるんですね。これは私が今思ってる一つ心配してることはですね、この度胸がないために何がやられていくか。今はその少し景気が戻ったようなこと言ってますよね。戻ってるのはほとんどこの電子デバイスとか物を作る時の素材とか装置とかね、部品なんですよ。セットメーカーも苦しんでるんですね。それで日経なんかでなんか景気が戻ったとか、あのアナリストっていうのはいい加減なことでまた株が上がるぞとかって、上がったから上がるぞと言ってるんですからね、まあ、誰でも言えますよね、うん、そういうことを言ってるけど、これが危ないんですよ、ね、今電子デバイス系というのは、例えば日本が得意となった今やってるそのこれから電気自動車になってきますよね、リチウムイオン電池ね、それから LED ですね、それから太陽光発電、これみんな同じ部類なんですよ。これにどっと度胸で投資されたら、この3つがダメになってくると、今稼いでる景気がいいと言ってる電子デバイス系、装置メーカー、素材系、これは 2,3 年で沈没しちゃいますよね。その動きが今見えてきてるし、若干新聞に載った中ではですね、リチウムイオン電池がこれ賛成だけでも 3年までに3兆円、LG が2兆円投資すると、まあ、半分政府が出すと言ってるわけですね。これ新聞載ったからご存じだと思いますね。とは日本はですね、プレイヤーが多いから、パナソニックの最大大きくて1000億円、もう桁違いですね、なってくるとリチウムイオン電池も負けてくるということがまあ出てきます。だから車、これが大きいですね。今まで日本がものづくりで勝てたのはすり合わせ型技術って言うんですけども、さっき言いましたね、乗り心地とかね、燃費の良さとか差のつくやつはすり合わせ技術なんですよ。いわゆる一つの機能、乗り心地というもので、シートというものをものすごいクッションのいいものを持ってきても、これは乗り心地がいいとは限らないですね。とやっぱりサスペンションとかボディとかエンジンとかとシートで最適設計をして乗り心地を求める、燃費もそうですね。これが日本の進出で一世を風靡したアナログなんですが、これから EV 車、電気自動車になったらどうですか。電気自動車っていうのはね、モーターとそれから電池、リチウムイオン電池ですね、それから家庭から取るプラグインになってきますから、インバーター、この3つがあれば誰でもどこでもできちゃうんですよ。車が現に今電気自動車では日本は4番手に落ち込んじゃったわけですね。これは読みがですね、やっぱり弱かった。電気自動車っていうのはですね、今の日本のかっこいい自動車の姿で電気で動くということをイメージしちゃったんです。そう、まだ10年15年先だろうということで、その間はハイブリッドで行こうと、トヨタもそれ決めちゃったんです。ところがですね、あっという間に電気自動車が来てしまった。これがトップが今 BYD という中国がナンバーワンなんですよね、うん、日産 の山下副社長が言って乗ってきたらもうすごいと言ってましたね。でもあれは自動車じゃないと、あれは戦車だと言ってましたね、うん、日本は自動車というとですね、1トンをもう超えてはならないと言いますかね、1トン前後なんですよね。ところがあれが 2.5 トンあったっていうの、でそのうちの 1.5 トンが電池だったっていうんですよ。あれだけ電池積めばね、それはその400キロ走るわなと、1回の中でねと言ってるんです。これは負け惜しみなんです、うん、それでも売れてるんですよ。日本は三菱がやってるアイミーブが120キロでしょ。ということはですよ、熱海行ったら一泊してないからですよ。でも中国の戦車乗っていくとですね、帰ってこれるんですよね。この大きな違いがあって、とか1年経った後行ったらですね、それがもう2トン前後になっちゃったっていうんですよね。とどん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 そう良くなってくるんです。海に乗ってだから日本以外はですね、ある程度できるとそのユーザーと一緒になって技術を磨いていこうという考え方があるんですよね。だから一つはその余談ですけど、例で日本はね、なんかリコールされるともう悪みたいなことでね、もう新聞にボコボコ書くでしょ。韓国なんかもう毎日リコールやってますけど、ね、新聞ならない、うん、リコールっていうのは
悪いことじゃなくて、ユーザーと一緒に良くしていこう、次良くしていこう、予期せぬ使い方があるために起こるわけですからね。でもしょっちゅうなんですよ、リコールは。でも聞かないでしょ、新聞載らないからね。そう、なんかヒュンダイ自動車が最高みたいに言ってるけど、私いる頃にはもうボロボロでしたよね。もう毎日リコールでしたよ、うん、そのぐらいですね、みんなユーザーと一緒になってやろうという雰囲気が日本以外はあるんですよね。でここも大きな違いがあると思います。例えば半導体の DRAM で負けた理由はですね、日本はぶどまりっていうのにものすごく縛られてたんですよ、ずっと。だぶどまるが80じゃちょっと出荷できないなと、90ぐらい上げていこうという一生懸命やってるうちに、サムソンはぶどまり 5% になったら出しちゃったのね、わーっと。これで半年経ったら 90% になっちゃったと、1年経ったら 100% になってもう抜かれたと言ってるわけです。まあそれはある裏があるんですけどね。まあそんな話してると本当に3時間ぐらいかかっちゃうけど、とりあえず今お話したいのは、ユーザーの方もですね違うという、日本のユーザーも少し問題がありそうだということ。から原子力はこれ先ほど言いましたね、今こうなってますけど、ここがですね東芝に出したんですけど、東芝に出したら東芝の人は悔し紛れにうちじゃないって言うんですね。ウェスティングハウスだって一緒じゃないかって、 100% 子会社なんだから。でもウェスティングハウスに出せと言われたみたいですね。なぜかって調べたんですよ。ウェスティングハウスのアメリカの会社なんですけど、これがですね韓国のテサングループってやるんです。これに技術供与してるんですよね、契約してるということは、その日本がやったその軽水炉ですね、沸騰型軽水炉はいずれ韓国で作れるようになっちゃうんです。技術移転がされちゃうということですね。だから遠大な計画でやってるわけですよ。だからそういうところでこう造船業で起こったことが、まあ、また起こるんじゃないかなというふうに思っています。日本とドイツが今マシニングセンター MCT と言われているものをリードしてますが、まあ、いわゆる切削加工機の基本的なものですね。そのフライス板とか旋盤とかボール板とかっていうものはほとんどもう中国製になってる。で今去年も今年もそうですけども、売上のトップって言いますかね、のシェアのトップはナンバーワンが中国なんですね。でナンバーツーがドイツだったんですけど、今日の新聞見たら日本がちょっとドイツを抜いたとか言ってね、大々的に書いてあったでしょ、2位でね。んなもんドイツにいたらしょうがないですよ、中国とはものすごい差があるわけですから。日本はやっぱりそう1位とか2位とかっていうのがなんか好きみたいですよね。でもそれはね、まあ、レオンさんが2位がダメですかって言ったけど、この世界っていうかこれからのグローバル社会はね、1位じゃないとダメなんですよ。これはしょうがないですね。レオンさんに言って聞かせたいんやけど、会うチャンスがないんであれなんだけど、なぜかというとシェアが1位、シェアが1位、あのスーパーコンピューターが1位とかそれはどうでもいいんですけど、シェアをトップになると、ちょっとこう資料を集めて研究してみますとね、いわゆる素材メーカーと部品メーカーと装置メーカーがなびいていくんですよ。とどんどんシェアトップはどんどんシェアが増えていくんですね。で今日本の装置メーカーでしょ、それから部品メーカー半導体のね、それから素材メーカーですね、は全部韓国になびいちゃってるんですね。日本の装置メーカーなんか、日本の半導体メーカーは相手してないでしょ、装置もそうでしょ、そうじゃなくて部品もそうでしょ、全部そっち向いていっちゃう。だからますます強くなるということが起こるんですね。それから石膏では、まあ、新日鉄は6位転落して、まあ、2位だったんです。去年6位になって機密に私呼ばれて行ったんですけど、ものすごくショックだったんでしょうね。それでなんか今年住金をと合併して2位になるとか言ってるけど、まあ、日本の場合独禁法があってですね、本当になれるかどうかちょっとわからないけど、独禁法も変えなきゃいけないんだろうと思います。まあ、その結果終戦のグローバルシェアがですね、まあ、取れちゃったって。これ2006年で古いんですけど、私作ってもらったんですけど、2010年のやつ作ってみたんだけど出したくない、この5位の中に日本の製品が消えちゃったんですね。だからこれが最終ですね、2006年ね。日本の企業が若干どの辺にあるかな、デジタルカメラでこう、これがねもうこうやられてきちゃったら終わりですね、もうね。だから古いと思わないでください。これが日本の姿だという、これ以降出すとベスト10にしないとダメですね。
10年後ベスト20とかね、ベスト50にすると引っかかってくるかもしれませんけど。